八百万の神。日本では古くから万物には神様が宿ると考えられてきた。どんな小さなものにも神様は存在して、世界には数えきれないほどの神様がいる。そんな様々な神様が人々の前に姿を現したのが数年前。神様降臨と呼ばれる現象によって、あまたの神様が降臨する。現世の世情に疎い神様たちは、当然のごとく国内に混乱を巻き起こした。だが、神様という超常の存在が現れ、国民が混乱する中で、政府は積極的に神様、しかし、それでも混乱は収まらず、後からやってきたアマテラス大神によって制定された神様教育法によって、今ではほとんどの神様が人々の良き隣人として生活に溶け込んでいる。しかし、中には神様教育法に従わずに自由気ままに生活する神様もいた。やりたいことを自由にやり、自由に生活する一部の神様。中でも人に害をなす神様を、人々は荒神と呼んだ。ほんとうるさい！バカの一つ覚えみたいに構成構成って！ほんとくだらなくてつまらない神様！神の言うことなんか絶対に聞かないから！地味神って言ったな。もう許さねえぞ。図星だから怒るなんてガキじゃん。ガキはどっちだ。いちいち反発する方がガキだろうが。やれるものならやってみろ。
ずいた。うがー、お腹すいたチラッ。
味？返してって言っても返さないよ。私の恩人だね。どうした？うん、そうだよ。あ、自己紹介がまだだったね。あたし椿茜、茜でいいよ。名前だね。あかねでいいよ。あたしだってショーって呼ぶからね。あと敬語とか使われるとくすぐったいから敬語もなしで。私がいいって言うんだから問題なし。それは、その…お金がなかったから…何さ。そうですよ、私はどうせ貧乏神様ですよだ。
あるにはあると思うけど、権限してから一度も行ったことありません。私の下宿先はどうでもいいの。それより私はショーの家に行ってみたいかな。どうしたの？ああ、もしかして私の魅力にメロメロだったりして。本当かな。ふれふれ。ちゃんと説得してくれると信じてるから大丈夫。あ、どうかしたの？はあ、私が何とかしようか？大丈夫！神様にできないことなんてない！多分。そりゃそうだよ。神様だって万能じゃないんだから。もちろん、私は神様なんだよ。それくらい余裕余裕。よし、じゃあ早速てりゃあ、いや、今日はたまたま調子が悪かったというか、お腹が空いててうまくいかなかったというか。って？おお、ここがショーの住んでる家か。確かにちょっと古い感じはするけど、いい雰囲気。
キソウ？私と同じ名前だ。おお、すごい偶然。これはもう運命だね。おかえり。遅かったわね、ショウ。こんな夜遅くに出て行ったかと思えば、今まで何してたの？ふーん。でも、こんな時間に外出するならちゃんと行ってから出てってよ。寮母なんだから、住人の安全を守る義務があるのよ。それに電話しても繋がらないし。別に心配なんてしてないわよ。でも、次からはちゃんと教えてよね。うん。わかればいいのよ。ちょっと、ショウってば、そんなとこ立ってたら私が入れないじゃん。もう、ショウってばそんなに照れなくてもいいじゃん。ねえ、ショウ。その人、誰？夜食を買いに行ったっていうのは、女の子を連れ込むための嘘だったわけね。へえ、あかね。ねえ、ショウが女の子を呼び捨て？ずいぶんと親しい関係なのね。入れてくれないなら、私にも考えがあるから。とりゃあ！
ショーはこういう…ちょー、いきなりエッチって言われた。うちの